居座る司法書士。ある路線で新幹線を利用した時の話。その日は人身事故の影響でダイヤが大きく乱れていたが、私はなんとか特急券を購入することができた。車内はもちろん自由席まで満席で、通路にも人がいっぱいだった。私は自由席近くの通路で立っていたんだけど、40代くらいの頑固そうな男が空いている席に自分のカバンを置いて占拠しているのが見えた。お年寄りに席を譲る人もいる中、この男は携帯をいじり見て見ぬふり、カバンを避けて座らせてほしいと声をかける老人の声もガン無視。私を含め周囲の人たちは、何あの人と怪訝な目で男を遠巻きに見ていた。新幹線が走り出して少し経つと、車掌さんが車内改札を始めた。車掌さんは若く見えたが目の鋭そうな人だった。そしてあの男の時、特急券の確認を頼むと、俺は司法書士だぞ、関係のないことを突然言い出した。車掌さんは動揺を見せず、そうですか、特急券をお願いします。お前この手帳が見えないのか。男は某時代劇のように黒い手帳を掲げる。どうやらこの男、特急券を持っていないようだ。車掌さんがだからという顔をして男を見ていると、お前たちのせいで遅れているんだ、賠償請求してやってもいいんだぞ。申し訳ございません。ですが司法書士の方なら法律にお詳しいでしょう。駅に備え付けてある約款の運賃と特急券の定義を読まれたことは？ああ。男はすぐ言葉が出ず、言ってみろ。運賃はあくまで目的地まで運送することに対する対価であり、ここに予定時刻通り運行する約束はされておりません。特急券の料金は付加価値でしかないので、遅延や運休時には所定払い戻しはされますが、賠償金というのは。男は理解していない様子だったので、車掌さんはさらに、例えばタクシーで推定10分の道のりが渋滞などで20分の到着になってしまっても、運転手の責任にはなりません。それと同じことなのです。ですが法律にお詳しいはずの司法書士の方なら当然ご存知のことでしょう。お耳汚し失礼いたしました。男はだんだん焦った顔になっていき、え、本当に？はい、そうです。車掌さんは相変わらず鋭い視線。車内は静まり返り、司法書士がそんなことも知らないのかよ、ちゃんと金払え。司法書士なら何でもしていいと思ってんのかと周りの客から大ブーイング。どこの事務所だ、お前こそ訴えてやる。特急券持ってねえなら新幹線乗るなよ。男は顔を真っ赤にしてその場を離れていった。結局男は次の駅で降ろされ、駅員に連れて行かれた。本当に司法書士だったのかどうかはわからないけれど、あんな人に法律なんて取り扱わないでほしい。権力を振りかざしたり、自分の専門分野だからと下手な知識で知ったかぶる人には注意しよう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。